フォックスコンを取り替え精密工業シャープダイナブック。ダイナブック株式会社は東京都江東区と洲に本社を置くパソコン及びシステムソリューション商品の開発、製造、販売を主な事業とする電気メーカーである。シャープの完全子会社。かつての称号は東芝クライアントソリューション株式会社で東芝の子会社だった。 サポートサービス事業は東芝コンシューマーマーケティングが担当する。ダイナブックはダイナブック株式会社が製造して販売し、東芝コンシューマーマーケティングが修理などのアフターサポートを担当するパーソナルコンピュータの商標である。1989年に発売された製品の J-3100SS 型から使用された。製品種由来アラン K が提唱した。 ダイナブックから名称を定めた。日本国内では商標としてすでに登録していたアスキーに使用料を支払い使用したがアメリカでは権利者と交渉が成立せずに使用を断念した。ドスベースのただのノートパソコンにダイナブックを名前を付けるとは何事かとの批判も見られたが東芝のブランドとして定着した。ラップトップ PC の開発ラップトップ型 T1000。 東芝は1985年に製品単体重量で 4kg の IBM p c 互換ラップトップパソコン T1100 を輸出専用モデルとして発売し、以降本格的に PC ハードウェア市場へ参入した。1986年に 10MB のハードディスクドライブを搭載したラップトップパソコン T3100、日本国内向け J-3100、 それぞれ世界で初めて発売した。ラップトップ型で培った小型化技術は、ノートブック型パソコンダイナブックシリーズの布石となった。小型ノートパソコンの登場ダイナブック初代の J-3100SS は20万円を切る低価格と従来のラップトップ PC より、小型軽量な筐体が好評を得て、ブック型、ノート型 PC の先駆となった。 アーキテクチャはラップトップ型 J-3100 シリーズ同様に IBM PC 互換で解像度 640X400 ピクセルの画面は独自の日本語表示機能を80桁 X25 行で追加し英語モードで IBM PC 用ソフトウェアが実行できた PCAT 互換機ベースだが初代は IBM PCXT ベースでグラフィックは英語モードで CGA 上位互換、内部バスは8ビット以下の XT バスであった。標準で1.5メガバイトのラムと日本語入力システムの ATOC7 を収めたロムを搭載していた。外部記憶のハードディスクは搭載しないが、日本語環境とテキストエディター、通信ソフト、コンパイラなどを外部メディアに依存せず、過半性に優れ、ノートパソコンに要求される機能と性能を満たした。 サイズの縮小に努力が払われ、フロッピーディスクドライブは2 5 4ト、mm、ルの厚さがあった従来品を1 8ト、mm、ルまで薄くすることが目標とされ、キーボード、液晶画面、その他筐体内の密度の高い実装に試行錯誤した。1991年に東芝はオドグに加盟し、ダイナブックも独自の日本語表示機能から純粋な PC、 a t 互換機に移行し、キーボード配列もおどぐ準拠の配列に移行した。ノート PC に必要な部品の多くを自社、またはグループ会社で開発生産し、新開発の部品を用いた製品を他社に先駆けて発売した。1990年代後半の機種は、自社開発の BIOS、チップセット、メインメモリー、ハードディスク、光学ディスクドライブ、液晶パネル、 バッテリーセルなどの部品が投資場、またはグループ会社の製品で構成されている製品もある。ノート p c に最適化したチップセットの開発で培った電力制御技術を活かして、インテル、マイクロソフトとともに電源管理の企画アプーの策定にも当初から参加した。市場シェアの推移イナブックは日本国内で高く評価され、海外は ダイナブックの商標を使用していないが北米と欧州で評価が高く、1986年から1993年までノート PC の市場占有率が世界1位となる。1994年はコンパックが1位で東芝は2位となるが、1994年に東芝が1位となり、1994年から2000年までノート PC 世界シェア7年連続1位となる。 2001年はデルが1位となり、以後コンパックを買収したヒューレット・パッカード、エーサー、レノボなど新興メーカーの後進となる。2009年の出荷台数による PC 販売の世界集計で、東芝は HP、エーサー、デル、レノボに次いで5位で、2016年度はトレンドフォースによれば占有率1.6%で8位、2017年度は 集計順位に掲載されなかった。日本市場は2006年 BCN ランキングでポスデータ集計セールスナンバーワンベンダーを選ぶ第8回 BCN アワード2007実売数ノート PC 部門1位を初受賞するなど日本国内におけるノートパソコンの販売シェアは堅調である。世界シェアがほとんどなくなった2016年度においても堅調で 日本の PC 市場全体における、東芝のシェアは4位で、12.24%のシェアを持つ。シャープへ、PC 事業上と2017年の販売台数は180万台で、2018年6月現在、東芝の PC 事業は5年連続の赤字で、シャープへ、TCS 株式の80.1%を約40億円で売却して撤退する。 シャープは2010年のメビウス生産終了以来8年ぶりに再び PC 事業に参入する。2018年12月3日、TCS は2019年1月1日付でダイナブック株式会社へ社名変更をすることを発表した。メビウスブランドの復活は商品のニックネームとしてはあるかもしれないと含みを持たせている。 ラインナップ。日本国内のラインナップダイナブックの商標は、日本国内のみで使用されている。世界展開のラインナップ一時期日本国内でも、ダイナブックの名称と併記する形でこれらの名称が使用されていたが、現在はサテライトを除き廃止されている。ただし、メ面の製品ラベルに、これらの名称が記載されているものもある。ロゴ。 命名ルール1989年の初代モデルから2003年の C8 シリーズ登場までは D と B が大文字で車体のダイナブックロゴを使用してきたが以降は小文字のみで正体のダイナブックロゴに改められたこの頃からハーマンカードンのステレオスピーカーが搭載される機種が多くなった従来の命名ルールはカテゴリーやグレードを示す2文字のアルファベットと 世代を表す数字を使用していた。2010年秋冬モデルから命名ルールを変更し、カテゴリーを表す1文字のアルファベットと3桁の数字でシリーズを示すようになった。3桁の数字は100の位からグレード、画面サイズ、世代を表す。アルファベットの意味は下記の通りである。2014年夏モデルは世代を表す数字がなくなり、 カテゴリーを表す1文字のアルファベットと2桁の数字でシリーズを示すようになった。型名はこれまでの配分なしから、世代を表す数字が配分に置き換わり、配分入りとなった。2014年秋冬モデルはシリーズ内におけるグレードを示す2桁の数字がなくなり、型番表記も変更となっている。2015年秋冬モデルで、 個人向けビーゴサイズモバイルの新シリーズである RX シリーズが登場。このシリーズに限り、型名は2014年春モデル以前に使用されていた、配分なしとなった。ダイナブック株式会社へ社名変更した2019年春モデル以降は、アルファベットと組み合わさる数字が一桁となった。秋ポイント秋ポイントかつての東芝ノートパソコンの特色の一つに、秋ポイントがある。 人差し指で操作するポインティングスティックとしてノート PC に採用され独特の操作感覚、使用感のファンは多い。初期のタッチパッドは誤動作が多く機能が貧弱だったため法人向け需要が多かった東芝のダイナブックは安定した動作の空きポイントを2000年頃まで多くのノート PC に搭載した。タッチパッドの機能、感度が改善され長時間の使用における 操作性も良好になったことで、東芝ノートにも2000年頃よりタッチパッドが採用され始めた。2014年現在、秋ポイントは一部の直販及び法人向けモデルに搭載されている CM キャラクターコーポレート向けデスクトップパソコン。旧東芝時代を含むダイナブックは、ブレザブランドのコンシューマー向けデスクトップ PC 市場から1998年に、 撤退し、ダイナブックコスミオデラックスシリーズで再参入した2010年7月までの約12年間ラインナップが存在しなかったため、一般に東芝はノートパソコン専門メーカーとの誤解も決して少なくない。以前は横置きの大型筐体やミドルタワーのものも存在していたが、現在はスリムサイズ以下となっている。自社のノートパソコン、ダイナブックは 日本国内だけの名称だが、イクイエムは海外でも使用されている。イクイエムは公平を意味するエクイティを元にした造語である。イクイエムシリーズのラインアップ現行モデル販売完了モデル。ありがとうございます。